レシェク2世チャルヌイは、ポーランド大公、シェラツ公、ウェンチツァ公、サンドミエシュ公でもあった。クヤビ公カジミエシュ1世と、シロンスク公、ヘンリク2世の娘コンスタンツィアの子。ジェモミスーの同母帝、ブワディスワフ1世、カジミエシュ2世、シェモビトのイボニー。妻は、スラボニア公、ロスティスラフと、ハンガリー王ベイラ4世の娘、アンナの娘アグリッピナ。 クロコウと呼ばれる。二百六十一年に父からシェラツ公国を譲られ、二百六十七年の父の死でウェンチツァ広告も獲得した。二百七十九年に呪白府にあたるボレスワフ五世が子供のないまま亡くなったため、ポーランド大公に即位した。治世中にブロツワフ公、ヘンリク四世と紛争を起こし、二百八十七年には、 野外によるモンゴルの三度目のポーランド襲撃が起こった。1288年に死去。子供がなかったため、イボ帝のブワディスワフ一世とヘンリク四世が争った。末、ヘンリク四世が対抗意を継承した。ありがとうございます。